まあ、率直に建築がやっぱ好きなんですよね。建築も筋トレもどっちも好きなんで、まあ、率直にどっちもやってやろうっていう気持ちですね。昔からそんなに体格は良くなくて、どちらかというと細身な方だったんですけど、他者と比べるんじゃなくて過去の自分と比べる、まあ、建築も肉体も設計デザインする一つのロールモデルになりたいなと思ってます。名古屋工業大学の大学院を卒業して、今は米澤隆建築設計事務所で働いている山口優太と申します。筋トレは趣味かと言われると、趣味というよりかはもう少しこうエッセンシャルなもので、ライフスタイルの一部のようなものになってます。普段の生活で食事も気にするし、睡眠時間だったりとかも気にするようになるんで、生活にとって必須なものになってくるんですよね。もともと僕陸上競技部、その中の練習の一環で始めたウェイトトレーニングがきっかけですね。アトリエ系の設計事務所で働きながら、こう体を作る、ボディメイクするっていうのは、まあもちろん簡単なことではないんですけど、限られた時間の中で最大限こう効果が得られたりするようなやり方っていうのを日々試行錯誤しながら取り組んでいってます。もともと学生時代から建築の設計課題とか一生懸命やってたんですけど、建築の理論とか思想とかについて議論することっていうのはすごく楽しくて、そういうのがでも一番僕は建築の面白いところ、楽しいところだなと思ってるので、アトリエ系の設計事務所を選んだっていう感じですね。うちの事務所の建築の設計のやり方についてですけど、とにかくこう手を動かしまくって、あらゆる可能性を探っていくっていう、泥臭く熱量を込めてやるっていうようなところがあって、機能的合理的にある程度最適解を効率よく導くというよりかは、あらゆる可能性を探った時に出てくる、これまで見たことない可能性をこう掘り起こしてくるっていうようなやり方をとってて、まあ、ある種こうマッチョイズムというか体育会系的なやり方かなと思ってて、それは筋トレのマインドにもつながってくる部分かなと思います。うちの事務所はその、所長の意向も大いにあるんですけど、みんなで食事をとるっていう文化があって、所員が、順番に担当して料理作って昼ご飯と夜ご飯をみんなで一緒に食べてるんですけど、食費も抑えられますし、健康的な食事ができるってことで、そういった部分でうちの事務所のやり方っていうのはすごく助かってますし、僕が担当するときだったら高タンパクで低質な料理とか作ったりするんですけど、それでもアトレの同僚のみんなも協力的に一緒にそういうご飯に付き合ってくれたりしてて、すごく感謝してます。でかけりゃいいってわけじゃないですよね、筋肉ってのは。全体のバランスとかシルエット、プロポーションっていうのもすごく重要で、常にこうトータルのバランスを見ながらトレーニングメニューになったりっていうのを考えていくんですけど、そういった視点っていうのは建築でも同じかなと思っていて、基本的にはもう土日がメインで、土日に1回2時間3時間のトレーニングをそれぞれやるっていうのがメインで、それ以外に平日、仕事終わりに帰ってからパパッと30分ぐらいやるっていうこともあります。メニューに関しては、これも試行錯誤してきて、9週間とかっていうそういう長期スパンで考えて成長していけるようなプログラムっていうのを試してやってて、学生時代だったらもう少しこうやみくもにやっても成長できたと思うんですけど、今こうやって限られた時間の中でどうするかっていうのを考えた時に、科学的にもエビデンスのあるやり方っていうのを取り組んでます。建築もボディメイク筋トレも中途半端にはしたくないと思ってるんで、どっちもやるからには限られたリソースを全部つぎ込んで成果を残したいなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。筋トレ始めた時は正直そういったボディメイク系のコンテストに出るっていうことは考えてなかったんですけど、やればやるほどやっぱりそういう人たちの体にすごく憧れも抱くようになって、で自分も一回出てみたいなっていう思いが出てきて出ました。ちょっとマニアの世界というか、変な人だと見られたりとか、筋トレしてるとちょっとバカにされたりっていうこともあるんですけど、大会に出るっていうのはその
勝つことが目的だけではなくて、どちらかというとこう自分のこれまでの成果を確認する場というかっていう意味も込めて出たっていう感じですかね。筋トレをする上で最も大事な原則として全身性過負荷の原則というのがあります。これ英語で言うとプログレッシブオーバーロードっていうんですけど、これは徐々に負荷を増やしてそれに適応していくことによって筋肉は成長していくよっていう考え方原則なんですけど、例えば僕今ベンチプレス120キロ持ち上げられますけど、始めた当初は60キロも上がらなかったんで、60キロも上がらない人がいきなり120キロ持ち上げられるかってもちろんそんなわけなくて、徐々に持ち上げられる重さが上がっていって気づいたらここまで来るっていう、これは一朝一夕で成り立つものではなくて、筋肉の成長っていうのはすごく緩やかなので継続することが何より成長につながります。人生においても人の成長っていうものを考えるときにすごく重要な考え方だなと思ってます。そういう人いないと思うんですよね。アトリエ系で働きながらとか、まあ、建築設計を本気でやりながら筋トレとかボディメイクやってる人ってなかなかいないと思うんですけど、まあ、僕はどっちも好きだしやりたいし、まあ、逆にそういう人が前例でいないからこそロールモデルになりたいなっていう思いがありますね。まあ、建築業界なかなかこうハードで、まあ、ちょっと不健康なイメージがあったりすると思うんですけど、まあ、そういったイメージを変えられることによって、まあ、建築の設計ってすごく魅力的な世界業界だと思うので、まあ、こういったライフスタイルがあるよっていうことを知ってもらうことによってもっともっと建築をやりたい人の背中を押せたらいいなと思います。まあ、建築も肉体もデザインするスペシャリストになりたいですね。